ご視聴いただきありがとうございます。今日のおいもくんです。ってことでですね、今日は夕飯を今からあげようと思うんですけど、今日の夕飯というのがですね、こちら私飼い主が作りました、ものなんですが、こちらはですね、ブロッコリーとかぼちゃと、ペレット、それからゆで卵の白身、こちらを混ぜ合わせた、食べ物ということになっております。これをあげる理由はですね、いろいろ食べてほしいなと思うんですけど、どうしても好き嫌いというかね、食べるところに偏りが出てしまうので、バランスよく食べてもらえるといいなという願いから、こういったものを今日は作ってみましたね。じゃあおいもくんね、夕飯の時間ですけど聞いてるかな。ちゃんとこの作ったねやつを食べてもらえるのかちょっと見ていきましょう。おいもくん開けるよ。これさあ食ってくれ、俺の作ったやつな。一応ね、閉めとこっか、出ると悪いからね。さあ食って、おお、一番大事なところが見え。さあ食べてくれるかな。あ、食べてる食べてる、ありがとうございます。どうだ、美味しいか。あ、目に床材がくっついてるけど、どうでしょうか、美味しいですか。まあほとんどね、ペレットだからね、これ。そりゃ食べるよねって感じ。まあいろんなもの食べてほしいっていうのはね、こう飼い主のエゴのような気もするんですけど、せっかくならね、やっぱりこう、できるだけ栄養のあるもの食べて、元気にね、まあ長生きしてもらいたいなっていう思いがあります。さあ、かぼちゃもね、食べてるね。おー、今日なんかすごい。食べっぷりがいいっすね。いやー、いいね。なかなかあれだね、いい男だね、横から見ても。ちょっとね、どの上から見るとこんな感じだから、ね、見た目はあんまりこうね、美味しそうには見えないんだけど、ハムスターにしたらちょっとまあごちそうなのかなっていう気はするかな。ペレットの匂いがね、もう結構するもんね。なんか気に入ってくれたっぽくてちょっと安心しました。あれもういらないの。どうした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 、こっちか。なんか出たがってるな。この隙間からね、鼻が。さあ結構ね、細かくして混ぜたんですけどね、まあたまにはこういう柔らかいものもね、食べた方がいいということは分かんないけど、どうですか。もね、だいぶね慣れてきて、もうちょっとで手に乗ってくれるかなって感じです。あれも飽きた、もうごちそうさまにする。じゃあ今日もね、かっこいい走りを見せてくれ。はい、ということで今日の食事風景でございました。お、食べる？いらんのかい。はい、じゃあご視聴いただきどうもありがとうございましたが、おいもくんのね、この立派なお尻についてるね、このたまたまでも見ながらお別れしましょう。ちょっと見せて、この後ろから見るのいいんだよね。じゃあどうもご視聴いただきありがとうございました。さよなら。